しゃ、再び挑戦しておこうかな。練習してもやっぱり怖い。通信が悪すぎて動きが全然ないなと。困ったね。父親を死ぬと言い出した。それはダメだ、ダメだ、ダメだ。奴を見つけ出して、存分に思い知らせてやる。そのためには、お前の力がいる。お前って誰だ？わずかに回復しろ。これいくか。あ、だいぶいい感じや。だいぶいい感じや。これでいけそうか。ちょっと待って、一応取り打ちてるけどね。あとにすっか。いいよね。
あのファンカか。中身を俺は見たいんだよ。わかるだろう。無事やな、通信が。哀れなやつ。何回も捕まえやめて。痛い痛い痛い。
倒せると、くそ、コントローラーがまともに動かない。どうだい、いや違う違う、何これ操作までできんのかよ。ああダメだ、操作が効かないこれ。通信が悪くて操作が効かない。見てもすこの時点でカクついてるわ。困ったね。見てよほら。ちょっと押し上げてくるってもいや、こんなに隠つかないといかんかね。どこ行ったおい、姿が見えなくなるの一番やだ。いなくない、どこ行った、いないよ。
どうだ、生かすだろう。そうだ。二度と起き上がるな。
リロードすればいいか。うん、音が怖え。音が怪物が違うってのかと思う。あ、そもそもか。何者だ。ドアが閉まったとか。怖っ。出てこないよね。一旦荷物を置きに行こう。写真だから写真なんかな。今こそこれリローで関係ねえか。もう一回荷物を写真
タンクをもう一回取りに行こう。作業なんか後ろからめちゃめちゃ聞こえるんだよ。向こう側から。ちょちょちょ。なもんだよね。もさそうにね。どこだ。あ、たたたた。あとは取り逃しね。ないな。ないね。よし、ここには模様はないだろう。まあいいや。こっち開いてるよね。開けてんの。いや、こっちだ。あ、なんか暖炉がどうのっつってたの。暖炉なかったっけ。いや、ないか。娯楽室か。物音が関係見たな。
お前もか。よっしゃ。なるほど。で、ヒントが出るのか。お、回復。なるほど。なんか一瞬なんか出た。なんか出たぞ。薬液のことか。壁にやられているわけね。なもんかな。ショットガンどうと思ったらやっぱいらんのかな。こっちだっけ。どっちだっけ。違うから。
もうちょっと待つかな。よし。行ってみよう。今どこ？